エントランス地図、フィルムシティは、インドムンバイのサンジャイガンディ国立公園近郊に位置する映画スタジオ。ボリウッド映画の制作が行われており、複数のレコーディングルーム、庭園、湖、劇場、グラウンドを備えている。1977年に、マッハーラーシュトラ州政府によって設立され、映画産業振興のために撮影施設を提供した。 フィルムシティの建設計画は映画制作者イ・シャンタラムの主導で進められた。2001年に施設名はインド映画の父と呼ばれるダーダーサーハバパール系を記念してダーダーサーハバパール系ナガルと改称された。また、所在地からムンバイフィルムシティとも呼ばれている。ボリウッド映画の大半はフィルムシティで撮影されており、寺院、刑務所、裁判所、湖、山、 噴水、村、庭園、人工の滝などが備わっている。1日あたり約800人の撮影スタッフが8つの撮影エリアで撮影に従事していると言われている。2014年からはマハーラーシュトラ州観光局の観光政策の一環としてガイド付きのスタジオツアーが開始された。二千十七年八月には過去5回に及び氷が人に危害を加える事故が起きたため、 8日間の施設閉鎖処置を受けている。ありがとうございます。